2部はやはり芸術大学の、申し物でございますので、ちょっと授業風景をやってみたいと思います。ポピュラー音楽っていうのは一番影響を受けているのがジャズなんですね。でそれもいわゆるアメリカの、商業ビジネスの中でこのビッグバンドが果たした役割っていうのは非常に多いわけです。で今日はそのビッグバンドを中心にジャズの歴史の前半をちょっとご紹介したいと思います。拍手ありがとうございます。ビッグバンドっていうのはどういうことから始まったかというと、一番最初はこれはダンスバンドですね。いわゆるダンスの伴奏をするという目的で作られたのがビッグバンドの初期の状態です。でこの状態の時はどういう演奏をしてたかというと、あまり複雑なリズムは使わない、いわゆるブンチャブンチャ、一般の人が気軽に演奏できるリズムにストレートメロディーを乗っけるというのがいわゆるダンスバンドとしての必要な条件であったわけです。でこのやり方で、皆さんのよくご存知の枯葉という曲を演奏してみたいと思います。枯葉のダンスバンド版です。ワン、ツー、スリー、フォー。一般的なダンスバンドの役割だったんですね。でここでですね、これはみんな音楽教育を受けて譜面の読める人が編曲された譜面を吹いてたんですが、ちょうど独立戦争じゃない、ごめん、南北戦争だ、南北戦争以降、黒人が解放されまして、彼らが一番最初に、お金を売るためにやった仕事が野球の選手とミュージシャンだったそうです。で当然教育は受けてませんから譜面が読めない、譜面が読めないミュージシャンはどうやったかというと、うろ覚えのメロディーを適当に吹いたんですね。適当に吹いて、例えばトランペットがメロディーを覚えて適当に吹く、クライネットはその上を適当につける、トロンボーンが下を適当につけると、こうやって全体を適当に、演奏するスタイルのデキシーランドスタイルと言います。ディキシーランドスタイルという適当スタイルといった方がいいね。適当ランドスタイル、これをやってみます。適当ランドスタイルの枯葉です。ワン、ツー、スリー、フォー。今季節して改造から拍手が出ましたね。これがデキシーランドスタイルの持つ楽しさ
が自然に発生的にこう出てくる。でこれにミュージシャンが面白がらないわけがない。普段ダンスミュージックやってるやつは自分のステージが終わるとデキシランドを聴きに行ったもんです。でそうやってこの黒人たちがやるそのデキシランドのいい加減にこう適当にやっていくという音楽の面白さを感じるようになって、でこういうのがビッグバンドでできないかなというので始まったのがいわゆるスイングスタイルという、これの典型的な形をやってみます。いわゆるこっちはもちろん編曲してあるんですけども、ベニー・グッドマンスタイルの枯葉です。ワン・ツー・ワン・ツー・スリー・フォー。ここまでは比較的小編成で、今バリトンなんか全部遊んでましたけどね、ここで一挙に編成をでかくしたのが皆さんよくご存知の、グレン・ミラーです。で彼のグレン・ミラーオーケストラになってから5サックス、4トランペット、4トロンボーンという形になったんです。で皆さんもよくご存知ですが、グレン・ミラーがなんで有名になったかっていうと、ミラーサウンドというのを作り出した。これはクライネットがリードして、サキソフォンが塊になってなるという、これは随分流行りました。他のバンドもそのミラーサウンドを使ったんですね。ミラーサウンドによる枯葉です。ワン・ツー・スリー・フォこの辺りまでは非常にアメリカの古い良き時代のサウンドというか豪華な感じというのが残ってるんですが、この辺で一つアメリカのポップス界が他からの音楽の影響を受けた時代があったんですね。これはラテンミュージックを吸収する時代があったんです。ラテンスタイルの枯葉をやっています。ワン・ツー・スリー・フォー。
まではだいたいお客さんのために演奏してたんですね。それがそのうちにミュージシャンがやっぱり自分たちでこうもっと面白くならないかなということで、いろいろなその音楽理論上の改革だとかリズムの改革などを始めました。これを今歴史的に言いますとビバップの時代というのがあるんですね。コード進行を難しくする、アドリブを難しくする、リズムを難しくするという、ビバップスタイルの枯葉をやっています。テンポ早いですよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。今のがいわゆるコード進行とアドリブの工夫された形なんです。でこれと同じようにリズムパターンの研究も始められました。ここまではだいたい4ビート4分の4拍子が主体だったんですが、ここで4分の3になったり4分の5になったり4分の7になったりというそういう変拍子の研究も始められたわけです。でその中で未だに残っているのが4分の5というのが一番定着しました。これは皆さんお聞きになればすぐ分かりますが、テイクファイブという曲を、V3 で演奏いたします。V3 が今その辺からふーっと出てきますから、よろしく。テイクファイブです。せーの。